藤よし子の美しい贈り物。とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。あなた以外の神が自分を待ち望む者のためにこのようにするのを。とこしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。あなた以外の神が自分を待ち望む者のためにこのようにするのを。イザヤ64の4。おはようございます。伊藤よし子です。おはようございます。森田浩美です。今日も白家フェロシップチャーチ牧師の伊藤よし子先生にお話を伺います。よろしくお願いします。今日の御言葉なんですけど、とこしえから永遠から本当に神様の声も耳にしたこともなく、この目で神様を見ることもできない、だけれども触ることもできない神様がありありとそばにいるなっていうことを感じる。それはよく私がほら海外に招かれて行ったりするときにですね、それをよく感じるんですよ。例えば先月もアルメニアに行ったじゃないですか、でそれがトランジェットも入れて、もう40時間ぐらいかかっちゃったんですね。沖縄から羽田、羽田から成田、成田からドーハ、ドーハからアルメニアという感じなんですけれども、その時にあ疲れるなって、長い飛行時間がもう本当になんか体をこうすごく疲れさせるっていうのを思ってたんですね。そしたらドーハで、世界で一番美しい空港のドーハで、ただでですね、空港会社が私たちをそれ一泊させてくださって、でそんなのがあったんですね。でその仕事が終わって帰り空港で、神様私なんかこんなに十何時間もずっと、今回はトランジェットがなくてそのまま成田だったので疲れるなって思ったんですよ。でもあともう一息だから頑張らなきゃと思って、帰ってからまた沖縄でたくさんの仕事があるなと思ったので、余計に何かそのちょっと心がこう疲れて不安になってたんです、そしたらね、森田さん、私ビジネスシートのスーパーシートが準備されてたんですよ。お金払わず、いやいやエコノミーですよ。そうです。そしたら私と一緒に行ったその方も、本当にこの足のシートがバンと上がる、Jシートに乗せていただいて、でなぜですかって言ったら、空いていましたからどうぞっていう、それぐらい神様ありがとうってなんかそういうことがあんまり多くて、もうある時もう究極これはアメリカでのことなんですけれども、その行かなければいけない場所にですね、私たちはこの、レンタカーをして行ったんですよ、でその行く前にですね、ショッピングセンターがあったので、安いもの買おうと思ったらその住所をなくしてしまって、この辺だということが分かってではいたんですけど、それからもう迷って、神様どうしたらいいでしょう、何時までに着かなければいけないのにもう時間がありません、助けてくださいってずっとイエス様どこですかってお祈りして、もう右も左も、もう行く術がなくて、ぼーっとしてたんですよ。すいません、ここはどこですかって、実はここに行きたいって言ったら、ここですよって目の前だったっていうその何かっていうことってないですか、森田さん。私も時々ありますけど、でも先生以上にはないです。先生いつもお帰りになるために私たちね、実はこれお土産話として楽しみにしている、今度は神様何を先生にしてくださったんだろうって。そうなんですよ。もうこの本当にトンチンカンの私に神様ハラハラして天使をつけてくださっているのかなって今日のこの御言葉に、本当に目で見ることも聞くこともできない神様は実は私たちのそばにいてくださるんだ、そしてこの神様、唯一の神様は本当に私たちと共に生き、私たちに大きな愛の中に守ってくださっているんだ、そして私がこれをしたんだよと言わなくても、でも後になって あれも神様なんだなって、で私調べたんですよ、このビジネスシートがいくらかって言ったら
40何番で一生が生き、ただその十何時間を過ごすために確かにまっすぐに眠れるんですが、こんなお金払えないなって思ったら、そのようにで私一人だけだったら嫌だったんですね。もうね、一緒に行った人がまっすぐ眠れないなら私絶対眠れるわけないじゃないですか。そしたらその方も足をバンとまっすぐにして眠らせていただいて、なんて神様優しいんだろうって、もう神様あなたは確かに生きて私たちの祈りを聞き、私たちのそばで動いてくださっているんだということをつぶさに見る、その瞬間、本当になくしたこのイヤリングが、お友達からいただいたたった一つの18金のイヤリングがホテルでなくしちゃったんですね。ああなくしちゃったなと思って帰ってきて、数ヶ月したらその片方が目の前にあったんですよ。ホテルでなく、海外のホテルでなくしたものがですか？そうなんですよ、自分の家で。なんということなのかなって、これ誰も信じないなと思って言わなかったんですけど、森田さんなら信じてくれるかなと思って。ラジオ聞きの皆さんもきっと信じてくれると思います。本当なんですよ。だから本当に私の、友人の先生も、本当にあれなくしたのにって、やっぱ神様生きてるって、こんな風に何かある時忙しさに追われてくると、私はあなたのそばにいるよと答えてくださるのかなと、そのように思います。はい、さあ今日も一曲お送りしましょう。 J-Worship でお届けします、誰も見たことのないことが。誰も見たことのないことが今この地に起こる、誰も聞いたことのないことが今起こる。誰も見たことのないことが今この地に起こる、聞いたことのないことが今起こる。祈りは聞かれている、叫び続けよう、主のなされ技を伝えよう。原野には道よ、荒れ地には川を、新しいことが今この地に、誰も見たことのないことがお送りしました。目には見えないけれども空気があり、そして本当にこの手に触っていないけれども風が流れ、そして愛が、また時が流れ、見えないものがいっぱいあります、その見えないものの中で最も大切なその方は、あなたを愛し、あなたを本当にこの地に選び、あなたに父母を与え、あなたの命を守ってくださる唯一の神イエス様です。このイエス様のことを話をするだけで心がワクワク、ねえ聞いて聞いてなんて話がいっぱいあって大笑いして、そうですね、はい、そんなことをしている時本当に幸せで、きっと神様も幸せだろうなって思います。世の中は本当に人のこの、ゴシップや人のなんかこう落胆やあらゆる世情の苦しみ、そんなものの中にいっぱいたくさん の痛みがあります、でもその中で神様は光となって私たちの心に幸せの光を届けてくださるんですよね。そうですね。さあこの後礼拝がございます。第一礼拝は9時から、第二礼拝は11時から、第三礼拝は土曜日の午後6時、第四礼拝は火曜日の午前11時。
週末はカフェがオープンしています。金曜日と土曜日12時から3時までのランチタイム。予約など詳しいことは電話 098-989-7627 989-7627 番にお問い合わせください。さあ、あなたの周りに神様の愛が溢れていますよ。空気のようにイエス様の愛があなたを取り囲んでいます。どうぞこのイエス様の本当にこの素晴らしい愛のときめきが聞こえるほど、イエス様があなたのそばにいることを気づいてください。たくさんイエス様とのワクワクした何か、その見えないけれどもその御業を探すことが今日の一日でありますように。今日もあなたの一日がイエス様の愛できらめくようにお祈りしています。ありがとうございました。